モンキーパッピーパッピーパッピーモンキーパッピーパッピーパッピー、エガちゃんです。エガシラさん、お今日は後ろにエガシラさんの愛車プリウスがありますが、おブリーフ団に車持ってこいって言われたんだけど、何なんだよ。ブー、あのですね、今日は江頭さんに免許は持ってるんだけどほとんど運転したことがないというペーパードライバーお二人を指導していただきたいと思います。ふざけんなよ。そんなのお断りだよ。いやいやだと思うじゃないですか、はい、ちょっと待ってください。一回ですね、そのペーパードライバーのお二人に会ってからちょっと決めていただけないかなと思ってですよ。それ誰だ。じゃあちょっと早速お呼びしましょう。おどうぞ。うわエロマジか。こんにちは、カイリです。グラビアアイドルです。よろしくお願いします。おお。ちょっと、はい、何カップ？ G カップです。おおそして、秋山アルハムです。よろしくお願いします。あ、ちょっと待って。あの、聞き取れなかったんだけど、多分俺が悪いと思うんだけど、なんて言った？マグハムです。よろしくお願いします。あ、ハムちゃん。はい、おお。ちなみに、何カップ？ジンカップ。おお。あ、いらっしゃった。どうしますか？ブリーフ団、今回は、最高。いいですか？まあ、ペーパードライブ。教えてもらえますか。うん、けどちょっと待って、お前らいつから運転してないの。私は5年ぐらい。5年、はい、どの件あったからね。ちょっと危なかったよね、あれも。言っても伊藤くんは取り立てだったじゃないですか。あ、そうだね。だまだちょっといいですけど、5年はブランク空きすぎか。ええ7年。うわー、あの標識とかちゃんと覚えてる？標識もう覚えてない。おい大丈夫かよ。また2人、うん、本当になんか運転できるようになりたいという熱い思いはあるみたいなんで、はい、今回ですね、ドライブの目的地、千葉県木更津市にある遊宮城スパホテル三日月さんに設定してます。ってことは、はい、もしかして、はい、混浴の露天風呂を予約しておりますので、無事着いた場合はその後そこで疲れを癒してもらうと。おお、マジで混浴。よし、頭のおかしいお前ら、今回エガちゃんのプリウス、お釈迦になるかもしんないぜ。じゃあどっちからにする？どうします？5年と7年。7年。じゃあやっぱり5年でしょ。まずは5年から。先輩から失礼します。で、シートベルト、うん、よろしく。で、一番右がアクセル、アクセルとブレーキ。ウインカーとか大丈夫ですか？ウインカーして、おー、ワイパーが、ワイパーが。で、これでもう進むことができるから、途中でどこか交代になるんで、はい、はい、首都高速4号線ぶつけたら、はい、めちゃくちゃ怒るから。じゃあホテル三日月へ出発。あれ、はい、動かない。あ、これか。うん、で、あ、動いた。ウインカー出しますか？うん、ウインカー出してちょっと見てね。あ、そっか、これ、うん、それとこれを見て、はい、ね、うわ、怖い、めっちゃ久しぶり。7年ぶり。おー、ゆっくりだよ、ゆっくり。お前、ゆっくりだな。はい、行っていいよ。はい、
行っていいっすよ。ちょっと人が怖い。7年ぶりの運転、これはちょっと伊藤と全然違うな。ちょっとしびれますね。手汗やばい。これは止まれで右ね。あ、ちょっと標識右、はい、ウインカー、そうそうそう、で渡っていいですか。横断歩道なんで気をつけましょう。右左、右左、右、うん、あ、警察いるし、いるからね。秋丸さんもなんとなく思い出してきましたか。全然まだ思い出てない。本当にお前免許持ってんの。持ってるけど18歳の時取ったから。あ、本当、はい、東京運転するのめっちゃ怖いですね。もうめちゃくちゃ怖いですよ。田舎どこなの。私埼玉の桶川市っていう田舎なんですよ。あ、そうなんだ。群馬寄りなので。埼玉では運転ちょっとしたことあるんですか。あ、そうだね。お、いいね。そう、あんまり喋りかけちゃうとあれですね。そうだね。まだ全然余裕ないね。怖い。手汗やばいです。てかだいぶ今横断歩道にちょっと入っちゃってるかもしれない。ちょっと戻ります。真ん中が、え、戻っていいんですかこれ。ちょっとバック、あ、バックミラー後ろ、うちの車なんで、これ、これで、で、うん、ある、ある、うん、で、ゆっくり、ゆっくり見よう。オッケーオッケーオッケー。もうちょっと後ろに行ってくれてるから、後ろも、あ、本当だ、うん、大丈夫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 、はい、オッケー、はい、オッケーです、はい、オッケーです。でドライブ、おー、オッケー、すごい。まだだけど彼女はいいんですよ、ある程度見えてきたんですよ。はいはい。後ろの彼女がすごい密数で私も怖い。秋丸さんあれですか、なんか喋り方がちょっと特徴的ですけど、どっか帰国子女的な。してないです。あ、してないですか。ほんと、はい、滑舌が生まれつき終わってる感じで。あ、滑舌が終わってるんですか。出身は、出身は茨城県で、私も茨城県でしか運転したことないです。ハムさんは27歳って言ってましたっけ。そうです。で、この業界入ったばっかり。その前は何やってたんですか。おー、そうだよ。何やってたの。エステしてます。今もしてるんですけど。エステシャンだったの。エステティシャンしてます。エステティシャンです。あ、エステティシャンだったの。今もそれやりながら。そうです。お仕事はグラビア。グラビア2回目の、これが2回目の仕事になります。これが2回目の仕事。2回目かよ。人生で2回目のお仕事なんですか。そうです。どうでした ?1 回目は。1回目は何だったんですか。1回目は写真集の撮影、写真集の撮影。それがデビューで。で、2回目がこれ、映画チャンネル。ちょっとヘビーな。なんかドライブスルーとかあったら行きたいですね。もうちょっといい。ちょっとだけ見てくださいよ。どっちだろう。あ、右、右、右、ちょっと待って、あれ、ちょっとゆっくりで。カーニさんはこの業界は長いんですか。私は今4年目ぐらいです。4年目。はい。あ、じゃあ25ぐらい、はい、それまでは何やられてたんですか。それまでは受付嬢をしてました。え、何の受付嬢。あの、デパートを。そっから、あの、道端で声かけられて、うん、どんなポーズが得意とかあるの。はい、ポーズは、うん、小 M 字開脚をよくやってます。小 M 字開脚。どういうこと。 M 字開脚はちょっとあのインディさんのものなので、それをちょっと控えめにした、もうちょっと恥ずかしい感じの M 字開脚。あ、ちょっとそれ後でやってよ。それ後でやってよ。三日月についた暁には。そうだね。どうですか、いかしらさん、今のところカエリさんの運転は。いや、そんなの見てないですよ。何見てんすか。いや、胸ばっかり見てた。胸ですよ。ちなみにもう江頭さん、はい、
新年明けて、うん、まあ今ちょっとしばらく経ちましたけど、うん、秘め始め的なのはされたんですか、江頭さん。一昨日行きました。一昨日どこ行ったんですか。っていうところ。五反田です。五反田。はい、その時は何カップの子だったんですか。その時は、はい、J カップ。 J J これカップ数言ったら、はい、もう絶対バレるから。伏せて。なんてですか。いいじゃないですか。店名を P しますよ。あ、そうですね。黄色いオレンジの線になったんです。これは抜いちゃい、あ、こっち行っちゃダメよ。追い越しダメ。車線変更禁止ですね。お、危ない。あ、怖い。この後行きます。行きます。入れてください。はい、次の。カイリちゃんは、はい、芸能人から口説かれたことないの。芸能人あります。おお。誰よ。あります。誰よ。内緒ですよ。いや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 、大丈夫だから。絶対内緒です。ちょっとあんま動揺させると事故っちゃうんで、うん、あれですけど。今一瞬で汗めっちゃかいた。ほんと誰よ。内緒です。ちょっと聞かせてよ。ジャンルだけ教えてもらっていいですか。ジャンル、ジャンル。お笑いとか芝居とか、はい、サッカー選手とか、はいはい、そういうの。お笑い、芝居、それで言うと、うん、全部あります。おお。ちょっと待ってくれよ。本当に。え、お笑い、芝居、スポーツ選手、全部ある。全部あります。これ右ですね。あ、じゃあダメ。右。こっから高速でしょ。これ右ね。ここから高速になります。あ、ちょっと気をつけてください。気をつけてください。右。ちょっと。ちょっと。やばい。高速。行きます。あ、ちょっと待って、やばい。危な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 い。3年ぶりですか、ぐらいですか。5年ぶりぐらい。いや、もっとです。もっと。多分6年ぐらい。一番こっちの車線に行きますか。OK。それは話してて。おっぱいしか見てない。いやー、さら入り口はおっぱいでしょ。そこは嘘つかないよ。だけどそのうち中身も大切だよ。そうですよね。年齢もあるじゃないですか、江頭さん。そうかね。じゃあありかなしかで言って、57歳はありなし。お前笑ったな。危ないですよ、運転。危ない。笑わせないでください。あり、なし、どっち。え、でも年齢で決めないから。だけど、ありかなしか。え、でも全然年齢は気にしないです、ありです。こういうの、めちゃくちゃ言うんですよ。これ絶対嘘でしょ。で、嘘ですね。今のは嘘でしょ。あと今ハムちゃんが嘘ですよって。じゃあハムちゃんもか。ハムちゃんはどうですか。いやでもパパより年上だからそれはあんましない。族の会話でもいつもそうなんですよ。俺恋愛対象ですかって言うと、はい、今いくつですかって言われて、はい、57って言うと、はい、パパより上だって言われてごめんなさいって言われて。若いとかですか。あなたたちぐらいですよ。俺性癖がちょっと変わってて。なんですか。いいですか。だって、うん、穴を舐められる。ちくりそう。ちょっと江頭さん、いい加減にしてください。それって好きな人にやれる、やれない。全然やりたい。本当ですか。え、おお。好きな人だったら多分何でもできますよ。本当です
か。ちょっと江頭さん、道ちゃんと行ってあげないと。あ、確かに。もうそろそろ。もう着きますね。アクアライン。アクアライン。多分左って書いてあったね。ここ。あ、これ左です。あ、左。今日の趣旨はあくまでも、はい、運転を教えてあげるという趣旨なので。そっちだっけ。はい。あ、忘れてた。左にもうちょっと寄って。はい。真ん中で。で、560キロでいい。ハムちゃん、はい、そろそろ出番だからね。はい。アクアライン。ね、最初が高速。ライトつけて。72キロ、いいと思いますよ。で、ライトつけてるでしょ。はい、で、車幅もちゃんと真ん中ぐらいだから、めちゃくちゃいいと思う。やったー。彼氏は作んないの？笑うとちょっと車がブレるんで、ちょっと気をつけてください。笑わせてくるんだもん。だけど、最初に比べたら全然上手くなったね。本当ですか。もう、こんなに東京走ったの初めてです。おお、それすごいな。あ、ここ、ここだよ、左だね。よし、なんかうまくいったんじゃない。ちょっと無傷ですよ。おお、覚悟してたのにな。やった。ただまだ油断せず、うん、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりでいい。スピード落として、はい。うわー、またちょっと見たい。光のカーテンがすごい、めっちゃ綺麗。綺麗ですね。よいしょ。まあ、駐車場なんで人がいるんでスピード出させに行きましょう。そうですね、はい、で向こう側に止めようか、はい、誰もいないから。はい、はい、はい、いいよ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと行っていい。もうちょっと行って。おお、バッチリ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 、ゆっくりゆっくりゆっくり、オッケー。ポテンシャル高かったですね。はい。ペガちゃんさんの教え方バッチリ。じゃあ運転変わりますか。何年ぶりハムちゃん。7年くらい。うわー、頑張って。きついなー。よし、じゃあ行こうか。これを押して。じゃあスタート、スタート押して。これを押して、もう一回だな。出発。ちょっと待って。いいよ、いいよ、いいよ。なんか入ってるな。あのブレーキが踏んだままになってる。え、私踏んでないです。よし、オッケー。あ、踏んでる。あれなんかピーピー。ちょっと一回こっち寄って。サイドブレーキ上がってるっぽいですね。そうですね。サイドブレーキ？こっちですね。これを押すんですか？押す。はい、それでいいんですよ。なるほど。待って、ハムちゃんいきなり高速？うわ、確かに。こうか。これゆっくりよ。ゆっくり。お、お、お、お。初カーブ。ゆっくり。ゆっくりからね。ちょっと、下ネタトークは、もう相当行ってからじゃないと思うんだね、これ。慎重に行きましょう。ここは本当に。よし。大体の幅は分かる。なんとなく。なんとなく分かる。はい。よし。まっすぐ行こう。よし。アクセル踏んでいいよ。今度合流するときが一番危ないからね。はい。ちょっと。あとライトもつけとこうか。ライト。まっすぐね。よし、来たぞ。できそう。うん、なんかできそう。いいよ。スムーズスムーズ。え、なんか良くない？運動神経いいね。いいんですよ。おお、そっちにちょっと行き過ぎ。こっち側に、うん、真ん中。で、飛ばして、飛ばして。飛ばしていいよ。飛ばして。
で、こっちとこっちのミラー両方見て。よし、うん、来てない、いける、来てない、よし、行こう。で、このラインでずっと行こう。はい。あの車あるじゃん、はい、あれとある程度の距離を保っていこうか。で、右には行かない。神経がいいって言ってましたけど、運動神経はいいんですか？いい。部活は何をやってたんですか？部活は吹奏楽部。吹奏楽部だ。でも子供の時バスケしてた。あ、バスケしてたんだ。景色いいっすね。最高だね。景色に集中できると思わなかった。すごいすごい。これひょっとしたら三日月にちょうどいい時間に到着するんじゃない？確かに。サンセットですか？夕日をバックに公園無事開脚。公園無事開脚。恥ずかしい。いい家になりそうですよ、江頭さん。恥ずかしいな、公園無事開脚。あ、もう出口だ。え？すごい。一般道の方が難しいのかな。一般道怖いですよ。ちょっと怖い。怖い。四五五。スタートいいよ。まっすぐだね。およそ2キロ先、左方向です。うまいね。うまいですね。あ、竜宮城って書いてあるからあれかな。もう着くんですか。もうすぐ見えてるんじゃないですか、近く。すごい。おー、来ましたよ。無傷で。いいですか、江頭さん。無傷で。だけどやっぱ安全で行くことが大事ですから。今回は警察呼ばないといけないからね。はい、で、警察呼ぶと面白くないから。はい、ハムちゃん、はい、本当に。あの取れ高とか気にして、はい、変に突っ込んだりしなくていいからね。はい、やれってことじゃない。ゆっくりゆっくり、こっち近寄りすぎだからね。あ、ここだ。あ、着いた。ようこそ竜宮城。おお、三日月って書いてあったよ。うわ、すげえ。うわ、これを、これ気をつけてね。これあのチケット取らないといけないから、そっち側に少し寄せてゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくり。ああ、当たる、当たるでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。本当？嘘。もうちょっと、じゃあこっちに切りながら行こうか。うん、それでまっすぐ、はい、とストップ、押して緑を。いらっしゃいませ、駐車券をお取りください。はい、おー、ありがとうございます。右に行って、右に切って、ゆっくりゆっくりゆっくりで、左に行って、どこ行って、いやいや、バックして駐車場に行こうですごめんね、わからなくて。あの、左に行って、まっすぐまっすぐまっすぐ、ゆっくり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 、はい、ストップで、バック Rよし、はい、で、パーキング。お疲れー。いや、生きてる生きてる。車も無傷でなんとかそうだね、楽しかった。ちょっとヒヤヒヤする場面は何回かありましたけども、うん、よかった。じゃあ、混浴露天風呂ご褒美として行きますか。行きますか。着きましたね。着いたね。どうですか。めっちゃくちゃ気持ちいい。なんかちょっとだけ硫黄の匂いがして、はい、本当温泉に来てるみたい。あ、そうなんですね、うん、海の近くでいいですね。いいね、はい、あ、来た来た来た。おー、お前ら疲れただろう。疲れました。いいよ、入って。うわあ、すげえ。
なご褒美や。ちょっとあれさ、婚約しちゃうんすか。これが、はい、しちゃうんですよ。ご褒美が過ぎないっすか、ちょっと。うわ、あったかい。どう、最高です。やばい、気持ちいい。うわ、最高。じゃあ、ハムちゃんどうぞ。おー、すげー。またポーズが手前からまたういういして。うわー、あったかー。ハムちゃんどうですか、気持ち。疲れ取れたんじゃない。ねえ、ちょっと今この中が乳白色で見えないんで、もったいないね。それってもったいないね。なんですか、もったいないおじさんが出てきた。ということは、はい、かえりちゃん、はい、ここでお得意なポーズ一つもらっていいですか。誰ですか。うん、インリンが好きだって言ってた。うわー、すげー。何のポーズだっけ。声無地ポーズです。声無地。せっかくだから、はい、うさぎ年だから、あ、うさぎ、ちょんってじゃん。声無地ポーズ、ありがとうございます。次はどうしましょう。ハムちゃんはポーズとかないんですよね。江頭さんが好きなポーズを伝授してあげるっていうのも。あ、そうですか、はあ、はい、わかりました。すごい。イエスが早い。はい、じゃあこれで、じゃあここでこんな感じですよ。で、こっちでピョンってする。あ、うさぎ年のギューッと、うん、こうギューッと反らして、ピョン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 、そうだね。かわいい。カメラに向かって。かわいい。というわけで、うん、どうでしたかえりさん。いや、もうほんとえがちゃんさんの教え方がすごい優しくて上達した気分です。ちょっと自信つきました。思ったより簡単だなと思って。また江頭さん、はい、教えてもらえますか。そうだね、世の中の爆乳待ってるぜ。あと俺の車に2人とも乗ったから、今度は俺がお前らに乗る番だよ。邪魔だったよ。誰だったやばい、お前ら、うわぁ、割れた。うわぁ、うわぁ、